宇都宮ブレックスは、栃木県の宇都宮市を本拠地として、B リーグに所属する、プロバスケットボールチーム、略称、宇都宮。2018から19シーズンまでのチーム名称は、リンク栃木ブレックス。2004年12月に活動を開始、2006から07シーズンより、JBL に参戦し、NBL を経て、B リーグに参戦している。運営会社は株式会社栃木ブレックス。 チーム名のブレックスはブレイクスルーという言葉の発音から作った造語、規制概念を打破し、スポーツ界、バスケ界、そして栃木に風穴を開けたい、という思いを込めている。レックスという言葉はラテン語で王者を意味しており、バスケのレックスイコール B、レックスイコールバスケットボールの頂点を目指す、という意思を込めている。チームカラーは、 栃木県の姉妹提携州である米国インディアナ州にある NBA チーム、インディアナ・ペイサーズのチームカラーを踏襲している。ペイサーズに敬意を表し、また NBA のプレイやエンターテインメントを手本としたいという思いを込めている。チームの理念は強く愛される、モチベーションあ溢れるチーム。1年目は JBL に似て優勝することができた。2年目は JBL に昇格し、 チーム創設3年目にして、当初の目標であった日本一を達成することができた。ブレックスの理念はいついかなる時も強く愛される、モチベーションがあ溢れるチームであり続けること。頑固たるチームを作り、毎シーズン最善を尽くして、頂点を目指していく。ゲームを観戦しに来た人は元より、チームや選手と触れ合った全ての人たちに何かを感じてもらいたい。 何かを与えることができるチームでありたいと思っている。何かとはエネルギーのようなもので、例えば自分もこうなりたいといったような意志やモチベーションであったり自分にもできるんだという希望や自信といったもの。このような何かに気づくきっかけを多くの人たちに提供できるチームでありたいと考えている。ホームアリーナは宇都宮市体育館。ホームゲームは 宇都宮以外の栃木県内各地でも数試合を行う。過去には、群馬県、福島県でも開催していた。なお、2013から14シーズンは、ブレックスアリーナが大規模改修工事に入るため、開幕戦2試合のみとなった。2004年12月、栃木にプロバスケチーム設立を目指し活動開始。2007年より開幕する、日本バスケットボールリーグへの参戦を目指し、 2005年12月、栃木県にプロバスケットボールチームを作る会を結成。2006年6月、栃木県出身の、駒沢大学バスケットボール部 OB、金井ポールが中心となり、運営母体、ドリームチームエンターテイメント栃木を設立し、新リーグへの参入を正式に申請する。一旦は参入の内定をもらったものの、諸事情により、最終的には参戦に至らず。しかし、 その後、同年限りで、バスケットボール、日本リーグ撤退を決めていた、大塚商会アルファーズから、会員資格を譲渡され、栃木ブレックスとして、新 JBL の株リーグとして、急日本リーグを受け継ぐ日本バスケットボールリーグ2部機構に、参加することが決定。これは、大塚商会創業者である、大塚みが、栃木県益子町出身である縁から、アルファーズ、 元スタッフがディートとチギに参画していたことによるものである。経営コンサルティング会社のリンクモチベーションとメインスポンサー契約を結び、社長には元アメリカンフットボール選手であり、同社のコンサルタントを務めるサイヤタク氏が就任。初代ヘッドコーチに大塚商会、アルファーズ元コーチの金田昇徳が就任する。選手は全員がプロ契約で、そのうち、 2006から07シーズンの大塚紹介の選手は3名、元 BJ リーグ選手が2名である。初年度となる2007から08シーズンは、レギュラーシーズン3位ながらファイナルまで進み、レギュラーシーズン1位の千葉ピアスアローバジャーズを下し初代 JBL の王者となる。2008から2009シーズン。 編集 OSG フェニックス東三河が2007の2008シーズン限りで JBL から BJ リーグへ転籍したため2008から09シーズンにより JBL に昇格昇格にあたりチーム名の命名権をメインスポンサーのリンクモチベーションに売却し4月1日よりリンクと地にブレックスとするまたヘッドコーチに秋田県立の白工業高等学校で監督を務めた 加藤光彦が就任。三夜は、ゼネラルマネージャーも兼任する。新入団選手に、加藤の高校の後輩かつ、教え子でもある、高く純ら、遺跡選手として、日本代表の河村拓也、元日本代表の伊藤俊介、地元出身の大宮校長らを獲得した。さらに2008年8月31日、加藤の高校の後輩かつ教え子であるもと、 NBA 選手の田臥瀬優太を獲得した。シーズン開幕後、序盤は苦戦が続いたため加藤がヘッドコーチを更迭される。後任には、イスズ自動車及び女子のジョモでコーチ歴のあるトーマス・ウィスマンが就任し、その後は調子を上げたものの、プレイオフは惜しくも逃す。2009から2010シーズン、編集2009年、リンクモチベーションの完全子会社化。 これに伴い運営会社も、リンクスポーツエンターテインメントに解消。ウィスマンヘッドコーチと2年契約を締結。新人選手として、スラムダンク小学生、第1号の波里生を獲得。2010年3月20日に行われた、三菱電機戦の勝利で、レギュラーシーズン4位以上が確定し、JBL 昇格後初のプレイオフ進出が決定。レギュラーシーズンは、最終的には2位となる。 本拠地、宇都宮で行われたセミファイナルパナソニック戦を2勝1敗で通過し、ファイナルに進出。ファイナルでは愛心に3連勝し、初優勝を果たした。プロチームの社会人日本リーグの一部リーグ優勝は、日本協会及び旧日本リーグ機構主催時代を、含め42年の歴史で、初めてとなる。2010から2011シーズン、編集チームを優勝に導いたウィスマンは、 日本代表 HC 就任のため、契約を1年残し HC を優待。公認には、元トヨタ自動車コンサルタントコーチのブルース・パーマーに内定していたが、全所属との契約解除をめぐるトラブルのため断念する。中国チャンスドラゴンズの HC ジェイソン・ラベドーと2年契約を締結。日本人選手との契約は全員と継続。7月30日には、カヌマ氏との間で、 マザータウン協定を締結。2007年より、カヌマ総合体育館を練習拠点として活動してきたが、締結後は、マザータウンとして、カヌマ市での活動をより積極化する。同年より、株育成チーム、TGD ライズが JBL に参入を果たす。12月15日、成績不振のためラベド HC を解任。パーマーが改めて HC に就任した。 東日本大震災の影響で、シーズン終盤は中止。2011から2012シーズン、編集2011から12シーズンは、パーマー HC が、続投、AC に BJ リーグ、京都ハンナリーズ元 HC の青野和人を迎え入れる。町田洋介が引退、並里聖、大宮交渉らが移籍したものの、新戦力として、北海道から山田大二、愛心から網野友らが、 移籍加入した。外国人として NBA でもプレー経験を持つナイジェリア出身のオルミデオイデジ、前日立のタイラースミスが加入。12月には東日本大震災復興支援チャリティーゲーム小島プレゼンツキツナドリームマッチ2011をブレックスアリーナ宇都宮で開催した。しかし、このシーズンはプレーオフ出場を一し、その責任を取る形で パーマー HC を2012年3月12日付で解任し、青野 AC を HC 代行として残り4試合で指揮を取ることになった。また、設立当時からチームを支えた山谷も同シーズンを最後に GMO 辞任、日本バスケットボール協会新リーグ運営本部、副本部長兼 COO に就任、2012から2013シーズン、 編集2012から13シーズンは新 GM に、取締役の鎌田慎吾、新 HC に、アテネ五輪リ,リトアニア代表 HC を務めたアンタナス。司令官が就任。オフには、片岡大春が遺跡。田瀬優太も一度は、リスト入りしたものの再契約。新戦力として東芝から一石の宮永優太、筑波大卒の多藤サムジンが加入した。2013から2014シーズン。 編集2013から14シーズンより、JBL は NBL に改組され、引き続き同リーグに参加することになった。これに伴い、GM 辞任後も、代表取締役だった三夜は、NBL 専務理事 CEO に、就任のため退任。オフには、安西隆造が引退。河村拓也が、NBA 挑戦のため退団。伊藤俊介、柳川義弘、宮永雄太も移籍した。 一方でキューブとなったパナソニックから渡辺博式を獲得。9月10日、BJ リーグの京都ハンナリーズとプレシーズンを行う。このシーズンは、ブレックスアリーナ宇都宮が大規模改修工事に入るため、ホーム開幕2試合のみの開催となり、主に宇都宮市、清原体育館でホームゲームを行った。2014から2015シーズン。 編集2014から15シーズンより、トーマス・ウィスマンが HC に復帰、2015から2016シーズン、編集2015から16シーズンは翌シーズンより、B リーグに移行するため NBL として、ラストシーズン、2016から2017シーズン、編集2016から17シーズンより、B リーグに参加。これに合わせて、 リンクスポーツエンタテインメントは2016年7月1日付で、リンクモチベーションから、株式会社と木ブレックスに全株譲渡の上で、吸収合併された。鎌田社長は留任する一方、八重田市に本社を置く、ユニフォームスポンサーの一つである、加工食品メーカー総席の会長兼ファウンダー、関正樹が、筆頭株主及び、取締役会長に就任。なお、リンク社は、 オフィシャルスポンサーとして、引き続きチームと関わり、正式なチーム名も、リンクとチギブレックスのままとする。2016年9月24日の開幕戦では、秋田ノーザンハピネッツ戦に敗れ、黒星スタートとなるも、首相である、カブセユータや古川高俊、渡辺博之、竹内孝介といった、日本人選手に加え、ジェフリー・ギブス、ライアン・ロシターといった、 外国人選手などが活躍し、激戦区である東地区では首位を独走。2017年5月3日のアルバルク東京戦で勝利し、東地区優勝を決めた B リーグチャンピオンシップクォーターファイナルでは、ワイルドカード上位の千葉ジェッツに2連勝で、セミファイナルに進出。特に第2戦では前半では最大22点差に引き離されるも、後半では栃木は驚異的な追い込みを見せ、 第4クォーターの試合終了間際に点差をひっくり返す。77から70で逆転勝利を果たした。セミファイナルでは、西地区優勝のシーホース三河とは1勝1敗とし、特別ルールである第3戦にも連れ込みながらも、見事勝利し、2勝1敗でファイナルに進出。B リーグチャンピオンシップファイナルでは、シーズン1位である川崎ブレイブサンダースと対戦。 1> 第1球は、川崎とは21の21と同点。第2球は、リーグ最小失点の栃木の守備陣が機能し始め、厳しいマークからボールを奪う栃木の持ち味を発揮し、川崎に43の37と栃木が6点も、リードする。しかし、第3球は、川崎の篠山竜青などの猛攻に遭い、点差がひっくり返され、川崎に63の59で逆転される。それでも、 第4球は土地には、ジェフリー・ギブズが大活躍し、最逆転に成功。タブセが中心となり、集中力を切らすことはなく、最後の2分間は無失点と守備陣が奮闘し、結果は85から79と川崎に勝利し、見事 B リーグ初代チャンピオンに輝いた。2017から2018シーズン、編集 B リーグ初代チャンピオンに導いた、ウィスマ HC は退任、後任として、 全男子日本代表 HC の長谷川岳氏が就任11月10日体調不良により退任し後任は AC の安西隆三が就任した結果34勝26敗で東地区4位で2年連続チャンピオンシップに進出したがクォーターファイナルで中地区首位のシホース三河に連敗し今シーズンを終えた2018から2019シーズン 編集シーズン開幕前のアーリーカップでは地元開催で準決勝進出2019から2020シーズン編集2019年7月8日付でチーム名を宇都宮ブレックスに改称した宇都宮市が推進する施設愛称によるプロスポーツ応援事業の一環としてホームアリーナである宇都宮市体育館を2009年5月より2013年3月まで愛称を ブレックスアリーナ宇都宮としている。これは施設命名権とは異なり市が無償で命名しているものであり、公共施設にチーム名が相性として使用されるのは日本初である。同じく宇都宮市をホームとする日本プロサッカーリーグに加盟する栃木 SC が練習場に使用し、自転車チームの宇都宮ブリッツェンを競技に入っている。リンク栃木ブレックスでは 二軍にあたる組織として、TGD ライズを結成しており、2010年より JBL2 に参戦していたが、2013年限りで、パスラボ山形ワイバンズに権利を譲渡し解散。詳細は、TGD ライズを参照とちぎブレックスの U-15、チームで2016年4月から活動を行う。スカウトは行わずに応募方式でセレクションを行う。2007年のチーム発足にあたり、 栃木県のバスケットボールにおいて、顕著な功績を収めた功労者を称えるため、栃木ブレックス伝道を設立した、現在、以下の7名が表彰されている。2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年県民。とりわけ、バスケットファンの宇都宮市民らの協力が、チームの急成長に大きく貢献している。また、チーム自体も、県内各所で、 バスケ教室を開催するなど、バスケットボールの普及活動を行っている。主な地域密着活動は以下の通り、地元テレビ局であると、地議テレビでは JBL に時代より中継を実施しており、JBL 昇格後は開幕戦及び宇都宮で開催されたオールスターゲームの生中継も行った。2009から10シーズンはホームゲーム生中継が増加しただけでなく、 開幕戦を含むアウェーゲーム2試合も録画中継することになった。さらにプレイオフ進出に伴い、セミファイナル参戦を録画中継、ファイナル第3戦は生中継が決定した。JBL 時代は主観試合中継をスカイエイトの共同制作により、栃木県内には生中継でスカバーや全国の契約ケーブルテレビ局では後日録画中継で放送されていた。 B リーグ発足後は、ダゾーンの主観試合中継の制作業務を請け負い、と、地議テレビでは一部試合を同日録画として、ゴールデンタイムに放送している。地元 AM ラジオ局である栃木放送では、ブレックススーパーライブのタイトルで主観試合の生中継を編成が許す限り行っている。チーム関連のラジオ番組としては、栃木放送では、CRT プライムタイムズ内コーナー、 ベスト、ブレックス、ラジオベリーでは、BEAT 内コーナー、ゴーブレックスが放送されている。かつて在籍していた、河村拓也は、ラジオベリー、河村拓也の拓やンチャレディオのメインパーソナリティも務めていた。2010年7月7日に、本拠地であるブレックスアリーナ宇都宮にて開催される、バスケットボール男子日本代表 VS トンガン、レオパーズの強化試合は、 当時の運営会社であったリンクスポーツエンターテインメントが主管して行われた。その後も7月27日に福島県須賀川市で開かれたレバノン戦も主管となった。2010年11月5日新たな練習施設としてブレックスコミュニティセンターを建設することを発表した。この施設は宇都宮市清原工業団地のスズーンメンテック株式会社 清原営業所内に建設され、体育館が中心となるが、文部科学省が推進する、総合型地域スポーツクラブの役割を担うため、各種施設を複合させた、コミュニティセンターとして、スポーツ振興や交流の中核として想定されている。最低限として、トレーニングルーム、選手寮、クラブハウスを備え、天然芝グランド、自転車集会コースも計画に挙げていた。 2011年9月6日、ブレックスバスケットボールコートとしてオープン。2012年より、チームが使用しない時間に限りレンタルコートとしての利用を開始した。施設概要、JBL 編集、NBL 編集詳細は、リンクとチギブレックスの選手一覧を、参照オフィシャルチアダンスチームは、ブレキシーで、宇都宮市出身のゆかがディレクターを務める。 栃木ブレックスに関するカテゴリー、ありがとうございます。